日本香川県高松市高松市の再開発高松市の再開発は香川県高松市の再開発事業についての項目である。三方と高松三方と高松の愛称で知られる。この事業はバブル経済期に香川県と高松市が主体となり同最大の再開発事業として計画された。これは瀬戸大橋開通による右行連絡線の廃止で失われた。 高松港の拠点性の最高、国際化、情報化に対応した新都心づくりを目的としている。計画以後バブル崩壊による資金難などで計画の縮小を重ねたが、2001年5月13日から一部供用が開始された。2004年3月30日には各となる商業施設である高松シンボルタワーが開業した。しかし、 県外企業の誘致に失敗し、県内企業の進出を促した結果、その大半が、市中心部のテナントビルからの移転となったため、中心部のビル空室率が高い数字となってしまい、その将来性が危ぶまれている。また、一部の市民や議会議員からは、無駄な公共事業と、非難が紛失している。既存市街地の空室率の高さに対する対策や、 用地の半分近くを占める空き地の利用など課題は多いものの商業系店舗の売り上げは好調である。残る北側の空白部分については民間から開発するべく募集をかけているが2011年11月現在応募は一社もない。高松空襲でも焼け残った実格堂がシンボルだったこと河原町駅にデパートを併設したことで河原町ビルが建設され、 1996年12月21日完成、祖号と琴電の合弁会社、琴電祖号が出展し、中心市街地活性化が望まれた。だが、その後2000年8月に祖号グループが経営破綻したことがきっかけとなり2001年7月23日閉店。琴電も民事再生法適用というところまで経営が悪化した。 約2ヶ月後の9月1日、高松天満屋が後継テナントとして入居した。高松天満屋も2014年3月限りで閉店となったが、約1年半後の2015年10月23日に、専門店を集めた商業ビル、河原町フラッグとしてリニューアルオープンし、商業施設として維持されることとなった。 現在でも駅前商店街などの衰退は目に余るが、中心部のビルとしての存在感や高層な建造物として目立ってはいる。なお、栗林公園駅高松築工駅間で、ことでんの高架化も計画されていたが、事業主体である県の財政悪化を理由に、休止状態が続いた末、ついに2010年に計画は放棄された。かつてこと片原町駅西側地区は、 高松市の北部商業地区の拠点であり、商業活動が活発であった。しかし、高度経済成長期以降、商業活動の沈静化や居住環境の悪化等が見られるようになった。そのため、それらのこの地区を取り巻く環境の変化に対応する市街地再開発事業が計画された。全体の計画としては、商店街北、 香川県道159号高松港線以南、ことでん片原町駅一斉通称フェリー通り等において、地区を4つの外区に分け、商業施設や、住居施設を建設するものである。まず、第3外区において1997年2月、片原町駅西第3外区市街地、再開発組合が設立され、2000年3月、再開発ビルが着工し、 2002年1月末に、竣工した。第3区の再開発ビルは、地上13階建て、建築面積、約2100平方メートル、延べ床面積は、約16,800平方メートルで、旧区画の、商業、業務施設と94個の住居で構成されており、1階から4階には、高松市生涯学習センターも入居している。丸亀町商店街は、 高松城追記と共に開かれ、400年の歴史を持つ、高松で最も古い商店街である。南北に全長470メートルで、医療品店を中心に、約150の専門店を要する高松市最大の商店街であるが、近年他の地方都市と同様に郊外型の大型店に押され商店街は空店舗が目立ち始めた。この計画は、 丸亀町商店街振興組合によって、商店街全盛期の1983年に計画され、町を A から G の7つの外区に分け再開発するものである。具体的な計画は、多数の地権者が存在する現在の建物を解体して、街路の福音を現在の8メートルから11メートルに拡張し、そこに再開発ビルを建てるというものである。 2005年には、最北端に位置し、兵庫町商店街と片原町商店街が接続する A 外区の解体工事が開始された。計画では、A 外区の事業効果を見て、最南端に位置する G 外区が着工予定であったが、先に B 外区と C 外区の開発概要が発表され、2008年3月に一部着工となった。G 外区はその後の見通しとなった。 この事業は全国的にも珍しく、また商店街としては大規模な再開発のため、県内外から注目されている。そして、2006年11月3日、隣接する高松三越のテナントとして、東館一部の高級ブランド店が先行オープン、12月10日にグランドオープンとなった。映画区の名称は、高松丸亀町一番街と名付けられた。 2期目の B 外区は2009年12月11日に高松丸亀町に番街としてオープン。C 外区も一部店舗で B 外区と同時期に先行オープンとしている。市民などからは全外区のオープンに期待がかかる一方、一つ一つの開発が遅いために早くできてほしいとの声も多数出ている。3期目となる最南端に位置し、 国道11号を挟んで、南新町商店街が接続するジ外区は2010年3月から、既存の建物の解体工事に着手して10月頃に着工し、2012年4月に完成した。名称は、一般公募で決定した、丸亀町グリーン。高松市で、最初の土地区画整理事業は、土地区画整理組合志向の、西部土地区画整理事業で、 1930年度から5年をかけて、現在の昭和町及び新町の全域並びに、宮脇町一丁目の一部が区画整理された。高松空襲によって、大部分が焦土と化した市街地では、終戦後、戦災復興都市計画の一環として、戦災復興都地区画整理事業が市町名で計画、施行され、中心部で現在使用される。 幹線道路や街路の多くがこの時に整備される。これは新たな道路の建設に加え、それまで城下町の町割りに由来していた道路の多くが拡幅されるなど、市内の道路環境は著しく変化し、来る車社会の到来に備えた。その中でも目玉事業となったのが、メインストリート、中央通りの建設であった。計画当初は、 名古屋や札幌のような100メートル道路として建設する予定であったが、都市規模などを理由に50メートル、さらには現在の36メートル及び32メートルに大幅縮小されて建設された。その後、高度経済成長の到来によって土地需要は増大し、市内でも1960年代から70年代にかけては特に盛んに区画整理事業が行われ、 最も多い1973年時点では、私立2事業と、組合率4事業の実に6事業が、同時進行していた。また、その時に施行が始まった、南部地区については、以降、第1地区以外の区画整理は実現していない。やがて、日本がバブル景気に突入すると、市内では大多大に土地区画整理事業という、大規模事業が始まる。 当事業の施行面積は360.3ヘクタールと、施行期間中当時の土地区画整理事業としては、全国で本当に奴隷がない大規模な事業であった。そして、バブル崩壊後の失われた10年や、瀬戸大橋開通による周辺環境の変化によって、高松市の活力と拠点性は低下し始めたため、都市に新たな魅力を創出するべく、市街地再開発が、 複数計画された。その中でも高松高等地区総合整備事業は、香川県と高松市による共同事業であり、高松港周辺を埋め立てて、商業施設や公共施設を建設する巨大事業であった。その再開発地区内の道路整備として行われたのが、高松高等地区と地区各整理事業であり、これは、市内発の県が、施公主となって行われた。 区画整理事業である。ありがとうございます。